いよいよあさって号砲、パリオリンピック代表選考レース福岡国際マラソン。日本代表残り1枠をかけたレース、代表入りへ設定されたタイムは2時間5分50秒。福岡でこのタイムをクリアする可能性はあるのか。マラソン界のレジェンド瀬古利彦と大迫傑に直撃。ここはだって日本で一番平坦なコースですよ。最後の35キロまで4、5人いて、で40キロからスパートするってね、こういうレースになったら2時間5分前後で走れると思います。現実味で言うと、非常にあると思ってて、非常にリズムに乗りやすいですよね。アップダウンも少なくていい記録出るかなと思います。パリへ期待がかかるのは黒崎播磨所属、細谷恭平。自己ベストは今大会日本人最速の2時間6分台、安定感ありますよね。彼自身のそのこう粘り強い走りみたいなところは非常に感じているので、2時間5分50切る可能性は十分にあるかなと思います。マラソンのセンスっていうのがありますね。2時間5分とか4分とかね、狙える力を持ってるし、細谷細谷 Go to Paris とか言ってね、応援してほしいな。細谷が福岡からパリへ。もちろん優勝も狙いたいですし、5分50を絶対切れるように思い描いて、あとはもう最後はもう叩き合って稼げるだけ稼いで伸ばせたらなと思います。